はい、えー、説明を開始させていただきます。よろしくお願いします。えっ、ー、とこちらのですねあのまあ資料とど同じ内容でスライドをですね準備しておりますのであのこちらに沿ってですねご説明をさせていただきます。はいよ、うん。でまずあの。 まあ皆さんご存知だとは思いますが、あの簡単にです、ね、会社の概要と特徴ということをです、ねえー、説明してまいります。ちょっと資料が多い関係で,です、ね、このあたりはさらっと生かしていただきます。えー、株式会社、ッタフルッタ、2002年11月21日に設立、で昨年のですね12月に図書マザースに上場いたしました、資本金3億6334万円です。いいです ここにですねあの簡単でありますが当社のですね、えー、まあ経歴のトピックスをです、ね、あのちょっとまとめておりますのであのご紹介いたします。 あのまず2002年創業いたしましたこれ神戸に第1号店というのはです、ね、あのとても小さなジュースバーあの3坪4坪ほどのです、ね、ジュースバーで開始しまして翌年にはもうすぐにです、ね、あの東京の方にお店をあの出しました、えー、でここで,です、ねあのまあ、この東京へ出たことがきっかけになりましてあの一番最初のです、ねまあ、テレビによるえ紹介がありました。 でこれを僕たちはまあ第一次ブレイクと言ってるんですがあの実はこの時にですねこのちょっと前ですねこの辺りにあのワインブームがございまして、えーまあ、ポリフェノールが多いんであのフランス人はですね心臓病にならないなんていうことがまあ有名になりました。でそれを受けてですねこのアサイがですねあのワ,インワインの30倍のポリフェノールがあるっていうようなあの報道がございましてここからですねあの、まあ、アサイの。 まあ一つのブームが始まったといいうことでございますでその後まあそういったようなメディアの影響も受けてですねまず最初にこういうあの外食の皆様のメニュー化という形でですねてのありですね実は2006年にあの現在の僕たちのビジネスの主力であるあの小売商品ですねの第1弾がですね、まあ、こういった形してたんですけどもあの発売になっております。 でその翌年にです、ね、我々のこれもですの、ね、プロモーションのまあ最大の,です、ね、あの武器でありますベストアサイニストショーというです、ね、これ著名人に対してアサイを飲んでいる方々を表彰するという催しですがの第1回があの開催されましたでこれメディアイベントなんですけどもその後です、ね、ずっと毎年開催しまして7回目まで来ております。はい でその後ですね、えーまあ、この時点であの知名度が書いてありますが、まあ、約30%これインターネット調査なんですけどもほどの知名度になっていたとでこの頃からですねいろんなそのあのプロア、まあ,あ含めたですね社会人、えー、チームですねスポーツのチームにあの協賛を始めましてですね、まあ、マリノスであったり帝京、まあのラグビー部であったり あの当社の商品をですね、あのメニュー化していただきましたで。そういう方々のその活躍もですね、浅井の知名度には影響しております。でいろんなその、えー、専門の書物が出たりですね。しながら。えーえー